はい、お疲れ様です。山です。ニアレプリカント続きやっていきます。さあ、サブクエですけども、王様ね、そっただ。ああ、どうしたんだ。銀伝統コツだ。人損だ。注意枯れていた。来ている。クレバセチイサタイザー枯れていただせ。あって出た。それじゃ俺たちの出番かな。我らに任せるべきだな。くたえ、いつられて去りだた。そうなんだ。あの大きなやつだけじゃないんだね。続々と、とか、やばいじゃん。さあ、行こうか。またやる感じかな。とりあえずやっていくわ。飛んじゃダメ。あ、そんな難しくない。はい。うん。これを、どれぐらいかな。あと、1、2、3。わかんない。4つぐらいかな。やっていきましょうか。はい、じゃあ次、ここで、ですね。はい。場所で言うと、ここね。はい、次が強固なる守りの亀だからガードね。ガードしちゃダメ。まあそんな、これも難しくない。そもそもガードコマンド入れてないっていう。あ、青い鳥の羽と、おお、いいね。なんかめっちゃ滅びし弱者の腕力 10%。まあ今のところ全然っすね。え？今がここで、次が、あっちか。ここと、あそこ行けんのこれ。あ、これ開かないんだ。はいはい。あ、ここもか。え？ここは前回やったよね。なのか、奥なんもないのか。あ、結構ね、順番無視してきちゃった。いや、回避しちゃダメ。お前か。ジャンプはいいんだよね。先にこいつやんないとダメだな。OK。第一の福音の、あとはレベルアップ。さあ、ちょっと飛ばしてきちゃったんで、どうなんだろうね。もう奥行っていいのかな。奥の方に多分あるでしょ。あ、ここか。で、一旦奥行ってみる。あ、いけないんだ。はい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 。だから他を全部やんないといけないんだ。はい。じゃあ、どこだっけ。これか。はい。魔を放ちし、コウモリ。だから魔法使っちゃダメ。まあまあ、それもね。こいつ。こいつから。ガード？はい。こいつさえ、やれれば。なんとかなる。オッケー。単純な機械。お、歪んだエビは、あれ？いない？
OK。さあ、あとは1個か。あとは向かいですね。はい。刃を振るう虎。だから、直接攻撃を禁止。あ、まあ、これも全然楽っすね。終わった。終わった。キューブがないだけですげえ楽だね。うん。前はなんか、あれをどう避けるみたいなとこだったんだけど。それがないんで、まあ楽っすね。あれ、これで OK？ やったよね。で、多分、これで一番奥が開くんじゃないのかな？なんだこの絵は。なんかドット絵っぽいんだけど。あ、これで開くのね、これが。うん。なんかでかいのがいる。ここは起きてないんで、もう関係なくやっちゃっていいんじゃないですか。また！お前か。あ。魔力なくなっちゃった。いでいでいで。OK。で、まあ、やってて気づいたんですけど、直接攻撃で敵を倒せば、魔力を吸収できるって。魔力というか、血か。血を吸収することで魔力が回復するっていうことみたい。はい、でいくよ。あーららら。あと、剥ぎまくって、だね。おお、危ない危ない。狭いから。あ、急に。でさ、この、ジューってなってるじゃないですか。湯気が出てるじゃないですか。これは、太陽によって、ダメージを多分受けてる状態だと思う。やっぱ、もともと魔物って火に弱いじゃん。火というか、太陽の火に弱いんですよ。だそういうことっす。なんか怒ってんのかなってずっと思ってたんですけど、そうじゃなかったみたい。おお。もうちょっと。また。2、重圧、重圧、潰す。はい。なんだ、立ったまま。抵抗な機械。多分まだあるよ。さすがは仮面の人たちが討伐できなかっただけのことはありますね。感心してる場合か。いいか、こういう時はゆっくりと落ち着いて。落ち着いてる場合か。いいね。まあ全然難しくはないな。オッケー、マックス。危ない。は、運が味方する。終わり？この奥すげえ気になるけど。これほどの強さを持った魔物がこの神殿に多数いるということか。とりあえず目的は果たした。王へ報告しに戻ろう。トーツ。来てすれたと。タグ、お礼と来ただ。枯れたとした。カイザーもレトテと割れている。そうなんだ。王の慣れの果て。きこれざったらざ。しっかいざむととたってで、姿勢よりと。いや、どうなんだろうね。王の遺体に、魔物が住み着いてみたいなことじゃないのかな。いや、どうなんだろう。
で、今ゲットした武器が、なんだっけ、迷宮シリーズだよね、また。迷宮の声、歌。あ、これ、角が取れてんだけど。両手剣。あ、迷宮シリーズ揃ったね。はい。よかった。恩義より、恨ぬ、とったとしてだろうさ。どうした？ゼルガーント、シオーリって土地敵。ヒサキ、ザ・アリチ、シサッタタ、ヤーリザ・キテキテ。で、テッソ、チギュッソ、テンド、チギュッソ、ルタ、チギュン。アツテ、タトルであろうさ。その程度のことなら任せてくれ。おう、タントタトキで、ヨーリロキスタトキタゴ。町の人、なんだか元気がなかったですね。狼に襲われて、それに王妃を亡くしたばかりだからな。フィーヤさんは皆さんに好かれてましたね。ああ、私たちもやれることはやろう、彼らのために。そうですね。頼まれていたもの全て揃ったよ。おう、出たいとそうクラレキョ。あ、忘れるそそろであった。立っておりく、差を貸すだかれ。おう、はい。まあ結構素材の必要な量は多いんですけども、まあそんな難しくはないです。はい。まあ確かにね、結構被害を受けてたんで、ただまあ素材があってもやっぱね、復興するためには人の力が必要なんで、まあ結局頑張らなきゃいけないですけどね。まあその力になれるのであればいいですよ。はい。はい。じゃあ次が仮面の街で受けられるクエスト最後ですね。97%。ああ、記載ザアルンゼイ。イラト、デジタルザステ。穏やかな話じゃないな。ええ。タチチ、テルコーザセド、サラタインデク。サジンの悪夢。はい。行方不明者の消息が気になるな。魔物だ。ん？砂で視界が制限されるぞ。口に砂が入ります。お前か。厄介だな。近づいて叩き殺すだけだ。さっさと片付けるぞ。ペ、まあそんな強いやつではないね。はい。オッケー、やった。砂嵐の中にその巨体を隠して人を襲っていたとはね。ずる賢いことを思いつくな。砂塵の中に巨大な魔物が潜んでいると知らせておくべきだろう。おお。確かにね、危ないよね。こんなとこにいたら。はい。行方不明者が出ている原因が分かった。砂嵐の中に巨大な魔物が隠れていて人を襲っていたんだ。イラとタサラとツイーサリーデツサラタイムだ。タクウゾが生きた。フスタインセトザオレイレク。一体は退治したが他にもいるかもしれない。用心しておくんだ。ウラーヌ・オン・クル。はい。いやーでも厳しいよね。狼を倒したと思ったら魔物ですの。いや、狼と違って魔物は倒したところでどうにもなんないんだよね。狼はまだ
その肉を食べられるじゃないですか。だから食材、食料にもなるしっていう部分もあるんですけども、魔物はね、消えるだけなんで、本当に厳しい世の中だよね。はい。で、今ので、サブクエが、ための町が終わりです。あと1個のはず。今98%なんで怖いんですけど。ここに来て数が合わないとかちょっと怖いんですけど、多分ね、合ってると思うんだよね。あと1個で終わりのはず。はい。多分ね。それを次回やっていきましょうかね。はい。そうですね。はい。以上です。ありがとうございました。